今はスーダンそういうところも進歩してるでしょうからね。そうですね。強い打球は取れませんでした。クロン長打コースはよく止めた鈴木誠也、セカンド狙ったボールが返ってセカンドタッチアウト。鈴木誠也から素晴らしいボールが返ってきました。はい、処理をして、そしてその間髪入れずにやっぱりその自慢の強肩を使ってピンポイントでやっぱセカンド送球しましたよね。ですね。ああいったところをね、やっぱりこうセカンドをやっぱりこう狙おうとする気持ちのあるやっぱり佐藤も、はい、悪くは僕はないと思います。それを上回った鈴木誠也の守りでした。あるんであればした方がいいですね。詰まり加減ですが菊池の上。梅野は三塁回ってホームに帰ってくる。クロスプレー、鈴木誠也のナイス送球。すごいボールが返ってきましたね今は。あ、ナイスボールですね。ストライク送球ですね、まあ、これは でもね、はい、これね、もう一個言うとなんですけど、はいはい、梅野選手がめちゃくちゃスタート良かったんですよ、はい、もしかしたら菊池選手取るんじゃないかなと思ったら、うん、あんなにスタート良くないんですけど、確かに、はい、打った瞬間心配しましたけれどもね、それまでみんなの力でまず頑張って鈴木誠也が出てきた。うーん、取れなかった。セカンド狙ってセカンドはタッチアウトです。今はサンズのセカンドを向かってました。この表情栗林。いやこれはね、無理してセカンド行く、はい、ダメだと思ったら今のところからね戻ってもよかったですか。戻ってもよかったぐらいでね。ピッチャー返し、ピッチャーライナー、これは戻れない。すごい当たりでしたが、しかしいい反応してますね、強い打球でしたがしっかりとね9人目の野手になってます。いや先ほどのピッチャーゴールも、ね、はい、山本選手も大畑選手も頑張ってもらわなきゃいけないですからね。センター塩見俊足取りました。ファインプレー、さすがの塩見。山本ヒット1本損しました。いい感じの打球ではありましたが塩見素晴らしいプレー。ボールワン、鈍い音、三遊間、強打一塁送球、どうでしょうか。アウトでした、ね、これですね、改めてここでボールを取ってもこの回転ですぐにボールを送球しています。そうですね、ですから、まあ、よくメジャーリーグの選手なんかは、右中間ライト取った、追いつきました。いやもう完全に抜けたかという打球、ライトの加藤翔平先制のタイムリーツーベースを打っていますが、これもいい当たり、しかし取るサード高橋平、二塁に送ってホースアウト、一塁へダブルプレー。すごい当たりでしたがサード高橋周平反応すごいですよ、これは、はい、これはすごいですよ、そのプレーです、その当たりです。寝たままです、倒れたままですからね、放るのは、もうマシンでボール捕まえてますから、はい、これは一つまた大きなプレーです。強烈な当たりだったですよね、ランナーはスタートを切っていましたがセンター突っ込んでくる。桑原つかんだ、桑原のファインプレー、ロハスジュニアのセンターへのライナー性の当たり、桑原突っ込んで掴みました。マゲルさん、この当たり、いや大きいですよ、場面的にも、ね、はい、出た場面が非常に大きいです。これもし後ろに反らして、はい、ね、2、3塁とかの形になりそうな場面でもあるわけですから、エスコバも本当にこう
三塁線。わあ、うまい。これを宮崎取った一塁へ。いいプレーが出ます。サード宮崎。ああ、ナイスプレー続いてますね。やっぱね。うまいですね。好プレー、しっかり取ってそしていい球を返してきました。セカンドの左、中村よく取った。ダブルプレーを取った。素晴らしいファインプレー、さすがのゴールデングラブ経験者。これはもうナイスプレーですね。バッターランナー近本ですんで、もうこのタイミングでしかダブルプレー取れないという素晴らしいプレー。バッテリーサードライナーでヨーカーは戻ったがアウト。ツーアウトです。あまりにもライナーすぎましたね。サードライナーで懸命に手から戻りましたが、まあそれも言えると思いますけれどもね、詰まっています。ファーストの頭を越えていきました。フェアゾーンに落ちました。サンズは二塁に行く。オスナ二塁送球、いいボールだ。タッチアウト。外国人らしいと言いますかね、野口さん。はい、はい、まさにその通りですね。上半身の力、はい、はい、ドンピシャリのところ来ました。そうですね。ショート右のゴロ、よく取った西浦。ファインプレーか。アウトだ、アウトだ、アウトだ。西浦よく抑えました。ここは出したくないバッターです。すくい上げた、右中間、山崎追いついた。ファインプレー。今はもう山崎のこう俊足のもうナイスプレーですよ。ダウンプレーですね。はい、でもあの今なんかでボール球ですけども、はい、もうすくい上げられてますよね。はい、だから今年はちょっとこの糸原もやっぱり気をつけないとダメですよね。さて立ち上がりですが、奥川、近本、糸原、ツーアウト。この場面はワンアウトランナー一塁というところでのこの近本登場ということになります。さっき地下メーターってスタンドで出てましたけど、あの今シーズン先ほどのホームランで99安打目になったんですね。あーっと一塁牽制アウト。逆を突かれましたね。逆突かれたですかね、はい、ちょっと体重が向こうにかかってましたか。牽制アウトとなりました。初球から行く、ショート取った山田遥か。ダイビング、ここは救いました山田遥か。これもまた素晴らしいプレー。もう先っぽ、ね、先っぽでした。グラブ引き抜けました。いいプレーが続きましたね、ここはね。抜けていればもう2点勝ち越しでした。山田のファインプレーでこの回を締めくくっていますが、引っ張った当たり、サイン、飛びついた、林が戻った、一塁送球は間に合った、ファインプレー。林光太が盛り立てた、カープがゼロに抑えました。変化球、センターに抜けない、ショートが抑える。6-6-3のダブルプレー。ここはショートの小園が抑えました。引っ張った三遊間だ、一コースに飛んでるが、紅林がジャンピングスローで一塁エンドになってセーフ。まあ、あの僕内野手じゃなかったのでちょっとわからないんですけれどもね、はい、これ今ジャンピングスローしたじゃないですか、紅林選手、あれ踏ん張って目いっぱい全力投球したのとどっちが早いんでしょうね。でしょうね。その辺も判断もあるでしょうし、先ほどこの近本の打席でこのファールがあったんですが、ベンチの中に飛び込んでいって
小野寺か 中野ですねがボールを取ったという、まさにベンチ内でのファインプレーの後、山川にグラウンドでファインプレーが出たというこういうつながりでございます。まさか何の